プレミアクリーン。はい、皆さんこんにちは、高橋としみです。今日はですね、サザンヤードカントリークラブからお届けしております。今回はですね、新しい企画プレミアムツリーということで、今回ですね、素敵な豪華なゲストの皆さんに来ていただいておりますので、登場していただきましょう。どうぞ。ありがとうございます。はい、大江香織です。よろしくお願いします。はい、山本道場の樹です。よろしくお願いします。山本道場の千里です。よろしくお願いします。阿部桃子です。よろしくお願いします。阿部桃子の母です。阿部雅子です。よろしくお願いいたします。豪華、すごい豪華。しかも親子で来てくれて、はい、ありがとう。お父さんじゃないんかいと思っていらっしゃる方がいるかもしれないちょっとパパね、今ちょっと忙しいんですよね。忙しいんですよ、はい、今日はあの助っ人で母を呼んでるので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そして山本道場さんのゆきちゃん、さとちゃん、はい、ちょっとね、パパが登場してないんですけども、パパいますよね。はい、ありがとうございますはい、ということで、なんとも豪華な皆さんに来ていただいたんですけども、今回プレミア3ということで、チーム戦でやっていきたいと思います。でチームはですね、阿部さん親子さんですね、はい、で兄弟、はい、で私たちはあのウームチームということで、はい、でやっていきたいんですけれども、ルールはですね、ちょっとバーサスウームゴルフに近いところあるんですけれども、最初の3ホールはチーム1人でプレーしていただいて、はい、で後半の、4、5、6、また3ホールは1人プレーして、で最後はですね、全員でプレーしていきたいと思います。で最後はね、また特別ルールを設けておりますので、その時にまた説明をさせていただきたいなと思います。今回は得点制になっておりまして、パーを取りましたら2点、バーディー3点、イーグル4点と続きまして、でボギーですと1点、でダボですと0点、取りになりますとちょっとマイナスが入ってきます、はい、なのでちょっと力合わせて、あの相談しながらみんなやっていきたいと思います。ちょっとどうしましょう、こんな豪華で、もう本当にプロとプロを目指してる方しかいないんですけど、大丈夫ですか大丈夫ですか。私ももちゃんは、はい、母さんとこうなんかこういう番組とか YouTube に出るっていうのは初めてですか。あの番組自体も初めてなので、もうすごいあの貴重な機会をありがとうございます。あの親子ならではのね、こう会話が、はい、あのできたらいいなと、お聞かせできたらいいなと思ってます。気合十分なんで負けませんよ今日は頑張ります。はい、頑張ります。じゃあ、いつきちゃんとさとちゃんもなんか意気込みとかあれば。そうですね、そうですね、兄弟喧嘩にならないように頑張ってやっていきたいと思います。平和に、平和に、平和に頑張ろう、うん、平、多分私にかかってるんちゃうかな、ね、平和は頑張れはい、私と親プロはですね、ウームチームで頑張っていきたいんですけども、実はですね、この前にですね、山本道場チームとこのウームチームでちょっとラウンドさせて、レッスンさせていただいておりますので、それはですね、この後に流れますので、はい、皆さんそちらも楽しみにしていただけたらと思います。で今回はですね、2人で、はい、本当におんぶに抱っこで、いや、あのなんかついていきたい、はい、あの初ウームで、はい、トシミンとペア組ませていただいて本当に光栄です。ありがとうございます。よろしくお願いしますお願いしますで今回はですね、私とそして阿部ママはレディースティーから、はいあのちょっとハンデをつけさせていただきまして回っていきたいと思います。61歳なのでグランドシニアなので頑張りましょう。ちょっとレディースティーお願いします。頑張りましょう。でそしてですね、ちょっとあの後ろにいらっしゃる山本パパは今回実況してくれるということなので、賑やかしでございます。はい、よろしくお願いします。皆さんに声が聞こえないところでごちょごちょ言わせていただきます。いや、どんどんお願いします。やってください。まず最初に3ホールどうしましょう。皆さんどっちがやりますか。最初1番、2番、3番、3番で、そう、3番ホール、うん、ちょっとね、お二人は回ってるところなので、はい、ね、コースを知ってるんですね、結構。あ、ね、そうです、2人はね、よろしいですか。あの、もう、あの、ワイプロにお願いしました。じゃあ、山本チームいいの、あ、はい、やります。じゃあ、阿部チーム、はい、おーよろしくお願いします。お願いします。皆さん、レギュラー組ですね、はい、ちなみにちょっと意気込みをじゃあ、ボイプロからお願いします。意気込み、そうですね、トシミンの足引っ張らないように頑張りますもうあの全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。私たちもあの負けないように頑張りたいと思います。あの親子パワーで頑張ります。はい、では早速このメンバーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。
がとうございます。いいショット。ナイスナイス。安定してそうなドライバーです。ちょっと素晴らしい、うん、なんか全然振ってる感じに見えないんですよ。そう、そうなんですよ。ピョンって、お願いします。きれい。そうなんです。身長ってゴルフにどこまで関係ある？何でもそうですけど、メリットとデメリットがあると思います。メリットはやはり、大きいっていうだけで距離は出ます。当然長いクラブを持ってると一緒に。ただ、言われるように、他のスポーツでも言われるように、背が高いっていうことは、その背が高いパーツを動かすだけの筋力は必要なんじゃないかと言われているので、メンテナンス、トレーニングを含めて、まあ、難しいですよね。左行っちゃった。いやー。うん。残りと。あ、止まった。あ、なんだ、手前に止まった。止まりましたかな。うん、入っちゃったかな。ちょっと引っかかっちゃったね。ちょっと左だ。うん。どうですか。まあ、ちょっと左行っちゃったんですけど、ロングなんでまだ分かりません。ちょっと長いんで確実にフェアウェイを捉えたかったんですけどね。カウントはされますか。もう家族でしかしないですぐらい、もう家族ね、先週もあの4回。週4回ラウンドしました。お父さんも、はい、お父さんも来て、お父さんが一番ハマってるんで、いつもなんか 1.5 ラウンド行こうって言って行かされますけど。でも練習場で、はい、トシミンのスイング初めて見させてもらったんですけど、はいはい、めちゃめちゃいいスイングしますね。本当ですか。うん、でもあちこち行きます。まだちょっとあちこち行ってたんですけど、あちこち行きます。いや、でもね、もうスイング自体はすごい綺麗で、はい、本当ですか、うん、嬉しい。素晴らしいと思います。頑張ります。よかったよ、高井さん。口カサカサ。いや、平和に行こう、高井。平和に、うん、なんか全水分も一緒に飛んできた、あのティーショット。ちょっと不安やった、私も。濃厚みたいなのある。作戦は、ないですね。いや、一応ここでバーディーかバー、まあ、できればバーディー取って。そうですね。で、その次の方、なんか、1、2、3って多分距離出さなくてもよかったはずなんですよ。うん、出さなくていい。だから多分距離出そうと思ったらちょっと曲がったりする可能性はあるんですけど、そうじゃなかったらコントロールできると思うんで、そうですね、1、2、3ぐらいはちょっと、そうですね、頑張って。間違いない。3打目ウッドで、あの黄緑色の木あるでしょ、奥に、うん、あれの右ぐらいがいい。ユーティリティです。4番。ちょっと大きいかな。あそこまで何ヤードだった？こっち行くとどうなの？そこ木当たっちゃうよね、左行ったら。152だって。うん。ちょっと大きいかな。もういいか。前下がりの。うん、まくった。あ、止まれ。わー、ラフか。ちょっとラフだけど完璧だね、今の。深かった。ナイスショット。そうなんですよ。LPGA の JLPGA のゴルフスクールでロッテ葛西校っていうのがありましてね、そこでもう長年レッスンしてます。本当に一般の方も全然受けられる。もうスクール制ですから、皆さん初心者からあのシングルプレイヤーまで皆さんいらしてくださってます。はい。何か読んで、ま、ナイスです、うん、確か、小柄だけどね、しなやか、すごくしなやかにね、大好きなスイングなのね、いつもね。結構お手本で親プロのスイングを解析したりしてる。そうです。もうさ、そこのさ開き塔とかあるやん。正直言っていい、どこまでがフェアウェイかがまず分からん、
激狭もしかして、あの白いところじゃない？真ん中、あのさ、バンカーの方打っといたらいいね。いっちゃんがさ、最初入れた、そう、バンカーの方向。OK。4で打つの。これ3じゃない？4や。4アイアンです。アイアン持ってますね。あの、3番から入ってるんですよ。3番アイアンか、4番アイアン。うん、オッケー。右か？もう完璧。良さそうだね。ちょっとラフじゃない。大丈夫。と左から。はい、オッケー。あ、ちょっと。いや、ナイス。ありがとうございます。もう一ショット一ショットゲー吐きそう。一ショット一ショットゲロ吐きそう。あ、その言ったか。100点。え？100点。私褒めて伸びるタイプやから、ちゃんと褒めてくれ。ワンショット。なんでもし、なんでその適当なの？え？なんでそのちょっと適当？いや、めっちゃいいと思う。ほんじゃあんたがめっちゃ一緒だった時にうんって言ったらいいねんな。うるさいや今めっちゃいいなっていう反応やってん 100% の。どこ食われた。まあまあ近くまで行ったんで、まずまず、うん、いいとこ行きましたね。パワーは取れそうかもしれない。アプローチで行きます。3点目指そう。かー、ちょっと引っ掛けた。でもナイスです。ありがとうございます。あの傾斜からすごいね。やっぱり前上がってる分引っ掛けちゃいました。でもすごいですよ。私多分バンカー行きますよ。本当ですか？で気にして抜いて右のバンカーに入るっていう。77。ほんまか？じゃあ測るよ。え、信用ないのどう思います？え、プラス 13% プラス 13% だいぶ難しい。77な。あ、いいんちゃう？いいんちゃう？あ、いいと思う。いいんちゃう？よしこれはいいと思う、いいと思う。まあ、よかったですね。ちょっと風があるので、まあ、ちょっとそんな高く上げないで、あの、ちょっと抑えて打ったような感じだと思います。ドスって言ったから大丈夫かなと思いましたけど、まあ、全然大丈夫です。おー、ナイスー。ありがとうございます。あ、ちょっとでかかったか。え？褒めて？ちょっとでかかったな。そう、マイナスなこと読んで。まあ一緒に読んでるわ。まあ上げていかないといけないと思うんですけど、スピンがかからないからね。その落ちてからスピンがほどけてどのぐらい転がるかが計算が難しいですけどね。25ヤードぐらい、ね、10、20じゃ大きいもんね、キャリー、うん、そうだね、ほどけるからねスピンが、うん、いいんじゃない。おー、うまーい、うまーい、ナイス、かなりナイスです。ありがとうございます。まだ、このアプローチうまいですね。その柔らかいとか、そういう小技っていうのはほんまに断然うまいです。タッチ、うん、ありがとうございます。すいません、お先です。お願いします。ナイスパー、2点獲得です。ありがとうございます。2点獲得、ルームチーム、うん、絶対ボール、絶対フック、アホみたいに打たんかったらいいもん。どういう意味？
得です。1点1点、うん、いいよ、しょうがない。どうも1点な。1ホール、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。で、今の得点なんですけども、ウームチーム2点、山本チーム2点、そして阿部チームが1点ということで、はい、ということで1ホールやってきたんですけども、プロいかがでした？あの、いきちゃんの3打目がすごく良くて、はい、もう思ったより近くて、もうこれバーディー取られちゃうかなと思ったんですけど、はい、まあなんとかね、ちょっとヒヤヒヤしましたよね、同点でいけたので、はい、そしていつきちゃん、ちょっとなんか午前中と、はい、そうですね、午前中のねちょっと全部に良、はい、かった、その後良かった、その後良かった、はい、プロのおかげで良かった、プロのおかげで本当に良かったっていう風の表情が全然違う、全然違いますね、もう可愛い、死んでましたもんね。もむちゃん、はい、どうでした？まあ、そうですね、ボギーしちゃったんですけど、はい、まだ1点差なんで、はい、まだ分からないと思うので、そうですね、はい、次どこかでバーディー取れるように頑張ります。はい、はい、では続きまして、こちら376ヤードのパー4です。やっていきましょう。帰ってきたか、まあいいか、でも大丈夫かな、大丈夫、はい大丈夫です。あ、声を跳ねました、よかったよかった、大丈夫そう、ハンガー越えてちょっと左に跳ねた、あ、問題ない、全然問題ない、素晴らしい、旗に向かってます、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。安心して見れる、なんだろうこの安心感、なんか柔らかいですよね、すごいスイングが、うん、素晴らしい、なんか超える、ちょっと右だね、大丈夫かな、超えて、うん、あ、大丈夫、超えてくれ、バンカーから超えて、超えた、うん、本当、プロのショットが良すぎて、うん、自分のショット忘れたもん、厳しいな、ここはダメ、入れちゃいけないバンカーだったかもしれませんね、バンカー入んないぐらいに打っとくしかないね、高さ的にこの木の上行けそうならいいんだけど、オッケー、甘い、甘い、フェード、乗れ乗れ、いや最高、いいところ、ナイスショットだね、ナイス、もう素晴らしい、上手ですね、アイアンは割と得意な、そうなんです、アイアン得意な方ですね、ちょっと待ってごめん、いけるな、何もせんとこ、え、うまっ、うまっ、やばい、それちょっとでかいかも、お、いいね、ナイス、ありがとうございます、なんて言ったん途中で、こうだってんけど、何も買えんとこって言った、うん、今ギリギリでしたよ、そうだろう、ちょっと、うん、5、ナイス、ナイス、ありがとうございます、左か、ちょっとアプローチリスクあるか、でもこれもじゃもじゃもやだよ、うん、パターンの方がよるか、あ、ナイスです、ナイスタッチ、ありがとうございます、なんかこんな真剣にゴルフやるの久しぶりです、ありがとうございます。いけ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 。高。あー、惜しい。ナイスです。あ、ありがとうございます。すみません、お先です。お願いします。ありがとうございます。ウームチーム2点獲得です。もう好きに打って。まっすぐ打つわ、ほぼまっすぐ打つ、うん、よし、ここでバーディーチャンスだからと思わないで立ち合わせに行くぐらいの方が、いいと思いますね、うわ、弱っ、うん、まあまあまあ、まあ、いいと思います、ナイス、
ナイスパー2点獲得です。あのもっと技術経験があればって言ってもいいと思いますけど、まあもうこんな感じで。なんか微妙だよね、うん、左カップいっぱいじゃない。スラの方が強い、うん、もうカップを外さない、うん、ももちゃんの強さだったら。ナイスパー、素晴らしい。今のパーいいですね。阿部チームがめっちゃ良かったですよ。うん、番組の対決とか何回かやっぱり対決はありますね。はい、こういうのって緊張するものなんですか。なんか変な緊張感ですね。なんか普段のプレーとはまた全然違う。やっぱりちょっとこうプロとしてみたいなところもやっぱりありますね。私なんかこうミスできないみたいな。普段だったらミスしてもまあ取り返せばいいやみたいな感じで18ホールで考えてるんですけど、撮影ってそんなにないじゃないですか。でも9ホールなので9ホールでそのうちでチーム戦でミスしちゃうとね、相手に迷惑かけちゃうから、そうなるとなんか変な冷や汗出てきますね。わお、ちょっと高く上がったけど、どこ行った？ああ、問題ない。ナイス。ありがとうございます。よいしょ。あ、ちょっと右からうまくドロー。ちょっと見すぎる。いいと思いますね。あ、戻ってきた。右から。いいキックでした。はい、ありがとうございます。全然外してないですもんね。うん、3連続フェアウェイキー。うん、ナイス、大丈夫、これもナイス、よいしょ。さあ、ちょっと面白いセカンドです。ちょっと阿部さんも落ち着いて落ち着きましたね。え、てか、なんでドライバーにせんかったの。え、あのな、あそこのピン位置、あのな、結構な、止まんねん。これって、エッジからなんぼあんねんやろ。105ぐらいで打ちます。オッケー、ありがとうございます。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 なんなんもう。もうな。私がじゃあキリキリじゃなくなっちゃうバーパンちゃん。なんかさ。次もう嫌やな。ほんまにな。ほんまの話していい。ほんまの話して。なんかさ、アブに噛まれたんよな。どこ？ここ。あ、ほんまやな。噛まれてるわ。それはおもろい。そうおもろい。うん。まだバーディー出てないですかね。はい、ポジティブ。先にいいショットされるとちょっとプレッシャーかかっちゃいますね。そうですよね。よし、負けないぞ。左からどうかしら。これも良さそう。おお、ナイス。もうちょい差したかったけどね。ちょっと薄かったね。薄かった。うん。75ヤード。風が分かんないな、さっきから。今回りたい。いい音。だってもうほらピン刺してる。わー、ナイス。ありがとうございます。これもいいよ。ありがとうございます。よし。よし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 。よしよしよし。ロープガイド。そう、だってもうほらピン刺してる。わー、ナイス、ありがとうございます。これもいいよ。ナイスです。結構近そう。近そうですね、うん、そしてレベルが高い。みんな2オンしてきた、うん、おー、
おお。それか。うん。一番いいやん。結果オーライでした。さしたかったけどね。あ、これも作戦としては次のバトンを渡すためにタッチ合わせで入ればいいっていうぐらいでいいですね。上からは狙えないんでね。どんぐらいするんやろ。逆にそこがさ、ちょうどこれぐらいでいいんちゃう。安倍チームと大江プロはもう入れれますよね。そんな線そんなする？分からん。結構ここの傾斜がきつそうやねんけど。いや、それはもう好きに言って。OK。これちょっと早く狙いに行っちゃって、オーバーっていうのが一番。そうですね。あとは考えたら、結構狙いに行くシチュエーションでもないし、狙って失敗した時に後悔しか残らない。うまいな。まあ、ここ、距離合わせに行ってパーセーブでも、まあそうだよねっていう感じ。わ、全然転がらんな、やっぱり落ちないね。ちょうどかなと思ったんだけど、ここ2人はもうパー確定のバーディー狙いな、うん、わー、ナイスバーディー。勝負だ。やったぞ。うわあ、ナイスバーディはい。これはあとはまあ経験ですね。下りのパーパットですけど、もうしっかり打つしかないんで。ナイス。ナイス。ナイス。すごい戦い。やったー。読みが当たって、今のね、バーディーパット。ね、手震えたわ。入れたくてもうってなってた。サイホール、お疲れ様でした。はい、ではここで得点を整理していきたいと思います。ウームチーム、6点。山本道場チーム、6点。そして、阿部チーム、6点。負けました。最後ナイスバーディーでしたね。よかった、おやすみました。ナイスでした。ちょっと皆さん、あの感想を聞きたいんですけど、まずじゃあプロからお願いします。私ももうちょっとね、バーディー取って、もうなるべく貯金いっぱい貯めてトシミンにバトンタッチしたかったんですけど、ちょっとそれができなかったのは悔しかったです、ね、でも全部もうタップインパーっていうんですか、もう楽々とパー取ってたんで、そうですね、見ててすごい安心感ありました。バーディーチャンスはあったので、そうですね、まあ、どこか一つ入れたかったですね。まあ、ちょっとこの後、トシミンに頑張ってもらいます。頑張ります。いつきちゃん、はい、ナイスですね。ありがとうございます。まあ、最初のパー5入れれたらよかったかなっていう感じです、はい、あそこが一番バーディーチャンスだったので、はい、あれ入れれたらもうちょっと、うん、あのハンデをね渡してあげれたらかなと思います。でもナイスパーです、はい、ナイスプレーです。でももちゃん、はい、ナイスバーディーでした最後。いや、もうなんかこの異様な緊張感がありますよね。なんかすごい緊張しちゃってもう手震えちゃうんですけど、でもなんか最後バーディー取れていい流れで母に渡せるんで、なんか良かったなと思います。はい、お疲れ様でした。また最後ね、皆さん3ホールありますので
気を抜けずにお願いで、ここからはですね、ウムチは私、そして山本道場チームはちさとちゃん、そして阿部ママ、はい、3人でやっていきたいなと思います。で、私とね、阿部ママさんはね、リリースからいきましょう。はい動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てねー。